どうも、アフロのサッカー選手っていっぱいいるけど、ビゼルのアフロが一番パーティーグッズ感ある。でおなじみレオザフトボールでーす。さあ始まりました、トークザフットボール。今日も楽しくサッカーの話していきましょう。本日はですね、来シーズンといえば今シーズンって言えばいいのか、結構ですね、本日はですね、今シーズンって言えばいいのか、来シーズンって言えばいいのか、ね、迷うねっていうあるある前出しましたけれども、17、18シーズン、このシーズン注目チームですね、僕が注目してるチームっていうのを、10位から発表させていただきたいと思います。それによってですね、皆さんに見どころを紹介できて、一緒に応援できればいいなっていうふうに思っております。よろしくお願いします。というわけでいきましょう。第10位、クリスタルパレス。はい、クリスタルパレス注目してるのは、決して僕がですね、香港に行った時にですね、ベンテケと、バカリサコが写真撮ってくれたからっていうね、いうわけではありません。ザハも撮ってくれましたね。そういったところではなくてですね、クリスタルパレスの監督ですね、この監督がフランク・デブール、インテル解任されてしまいましたけれども、バルセロナでセンターバックをやってて、まあオランダ代表でもうね、ポゼッションサッカーを志向する監督で、まだですねきちんとうまくいってはいないんですけれども、ただですね、クリスタルパレスをそういった自分の色に染めようとですね、今頑張ってる段階で、昨シーズンはサム・アラダイスでもうベンテケに放り込めみたいな、そんなサッカーでリバプールがですね、放出したベンテケにやられるっていう一番悔しい負け方をしたチームなんですけれども、このクリスタルパレスですね、今シーズンから 3-4-3 になってですね、ベンテケをトップに、左にザハ、そして右にまあタウンゼント使ったりですとか、バカリサコを使ったりですとか、まあいろんなパターンあるんですけれども、そんな強力なね3トップを擁しつつ、中盤にですね、チェルシーからロフタスチークを取って、デカバイエは前からいますし、そこにですね、ミルボヤビッチ、この選手がすごいフリーキック決めてましたね。あと相手をねかわして、広い視野でパスを出すのがうまいパンチョンだったりですとか、こういった選手が揃ってて、フランク・デブールがやりたいサッカーをですね、プレミアリーグでこうね実現できる可能性があるメンバーが揃ってるんですね。ただそんな中で、足りないのがやっぱりセンターバックのパス精度っていうところを前のね動画で言ったんですけども、そういったところでですね、アヤックスのリーデバルトですね、昨シーズンアヤックスでそこまで出番があったわけではない、絶対的なスタメンではなかったんですけれども、このリーデバルトですね、左足のキック精度が、すごく高い選手で、この選手を取ったんで、あのフランク・デブールが欲しかった、もう自分のね、分身みたいなね、そういった選手、後ろからですね、左足でゲームメイクをできる選手、ビルドアップできる選手を取りましたので、このリーデバルト、そしてケリー、あとはですね、このさっき言った、ミルボイビッチを右のセンターバックに使ったりですとか、スコットダンとか、こういった選手がですね、まあ誰が最終的に使われてるかはわからないんですけれども、こういったね、いろんな選手がいますので、クリスタルパレスもしかしたら台風の目になるかもしれないなというふうに思いまして、こちらで紹介させていただきました。というわけで、行きましょう。第9位、バイエルン・ミュンヘン。はい、なんでバイエルン・ミュンヘンなんだかって言いますと、あの、リバプールと戦った試合、選手はいるんですけれども、全然それぞれの選手をまだ適材適所で置けてる感じがしないんですね。ワントップのレバンドスキーはいいんですけど、やっぱり右に置かれてるハメス・ロドリゲスっていうのは、実力をですね、存分に出してるっていうふうには言えませんし、ダブルボランチ、最初はトリッソとチアゴでしたけれども、やっぱりチアゴもね、あの狭いスペースで、ボールを扱えてですね、そこから広い視野で、パスを出せる選手なので、ちょっとねダブルボランチ置くともったいないっていうか、相方次第、相方がですねバランスを取ってくれるような選手だったらですね、前に上がってってとか自由に動けるんですけれども、どうしてもですね後ろでパスを散らすだけだと、このね、チアゴの能力を出せてる感じがしなくて、でトリッソもトリッソで新加入なんですけれども、こうダイナミックなプレーとかを制限しながらやってる感じになるんで、このダブルボランチの人選、後から出てくるね、あのレナト・サンチェスもですね、なんかもうボランチだとこの子の感性はどうなんだろうみたいな、そんなね言葉を選んじゃうような、そんな働きしてまして、長いパスも通せないですし、60分ぐらいからね、なんかあの目覚めたかのようにロングパス散らし出しましたけど、それでも安定感がないのは相変わらずなんで、そうなるとこういったところで、センターバックに今入ってるハビ・マルティネスをね一列上げて、そこにズレを使ったりとか、あとルディが入ってきますし、右サイドバックのですね、ラフィーニャとかもやっぱりもう結構年の選手ですしね、ラームがいないことによって、ラーム、シャビアロンソ、ビダル、この辺がいないんで、でチアゴも途中から怪我してるんで、もう昨シーズンそのビルドアップを担ってた選手がごっそり抜けてるんで、まあそれはリバプールにも負けちゃうかなっていう感じなんですけど、そういったところでですね、必要なところに必要な選手を今置けてない、最適解を見つけれてないんで、これを見つけた後は昨シーズンのね、バイエルンが 4-1-2-3 から 4-2-3-1 になって良くなったみたいな風になると思うんで、そういったねチームを作っていく過程っていうのが見れるかと思って、その面白さで9位にさせていただきました。というわけでいきましょう。第8位、エバートン。
はい、エバートンですね、マイケル・キーンを取りましたね。ユナイテッドに戻るんじゃないか、リバプールが取るんじゃないかっていう、この選手を取りまして、右からですね、コールマンがいて、アシュリー・ウィリアムズがいて、マイケル・キーンがいて、まあ、ここ逆かもしれないですけど、左にね、ベインズがいてっていう感じで、で、ボランチというか、アンカーにはシュナイデル・ランが入るのか、まあ、ダブルボランチか、ワンボランチかわかんないですけど、ゲイエもいて、で、それでですね、クラーセンも取ってきましたね、アヤックスから、パスを散らしつつ前に行くみたいな、プレミア的な選手でいうとデブライネ的な選手っていう風に言っていいんですかね。得点力もあるっていう感じで、そんな選手がプレミアでどのぐらい活躍できるかって感じで、こんな中盤で、あと怪我から戻ってきたボラシーがいて、であとサンドロ・ラミレス取って、ルーニー取って、シグルスソン最後取ってこれるかみたいな、あとミララスとかね、ベテランだとバリーとかいろいろいて、まあ戦力が整ってる中で、どうなるのかっていうのですごい注目です。ここの心配は本当もう監督だけで、ルカクがいた頃だからルカクに頼ったサッカーになってたのか、単純に引き出しがないのか、わかりませんが、もうああいったね、モンスターはいませんので、みんなでね、点を取らなきゃいけない、みんなでね、勝つチームにしなきゃいけないエバートンですので、ロナウド・クーマンにはぜひともですね、そういった選手たちを無駄にしないような、采配してほしいと思います。というわけで行きましょう。第7位、チェルシー。はい、チェルシーはですね、もうジェゴ・コスタが、まあ戦力外と言いますか、構想外になりまして、で、アザール・ペドロが怪我してるんで、もうプレシーズンマッチは結構ボロボロみたいな感じでですね、あんまいいサッカーできてないんですけど、そこでですね、まあウィングバック、まあ取ろうと思ってたさアレックス・サンドロ取れてなくて、でカンドレーバー取れるかどうかっていうところで、このウィングバックがですね、まあ相手チームの方が強いとトテナム戦みたいな風になってしまいますので、こういったところと、あとですね、若手打ってしまってますんで、層が薄くなっているディフェンスライン、アケ打ってズマ打って中盤もチャロバー打ってっていう感じで、そういったところでですね、層の薄さっていうのを開幕までにですね、ちゃんと、補強できるのかどうなのか、新戦力のリュディガーが入ってアスピリクエタがウィングバックに使われていくっていう話もありますけれども、この辺のですね、新戦力結構ね、メンバー入れ替わってますんで、どうなっていくのかっていうところとですね、モラタ100億で入ってきましたけれども、今のところね、バチュアイが、無双してますので、この辺でですね、アザールが戻ってきた時にどちらがですね、プレミアリーグで使われていくのかっていうところ、すごく注目しています。最近のプレミアリーグだとモーリーニョがね、優勝した次の年に解任されて、ラニエリも解任されてって感じなんで、その辺でコンテがどうなのかっていうところも、注目です。というわけでいきましょう。第6位、マンチェスターユナイテッド。はい、マティッチを取ってより巨人化が進んでるっていう話があるマンチェスターユナイテッド。オーリエの話も出てますけど、オーリエに関してはインテルなんかがね、サイドバック弱いんで、取ろうとしてて横やりを入れてくるんじゃないかっていう、そんな話もありますね。なんでユナイテッド、このね、マッチョ軍団化してますけれども、左サイドバックやっぱりダルミアンでもですね、まあロホ怪我してますけども、ブリントでも誰でもやっぱここだけ不安ですね。ここですね、補強の噂上がってない状態でこのままシーズン突入して大丈夫なのかっていうところありますし、プレシーズンマッチでね、ルカク、ムヒタリアンと、このね2人が揃った状態でポグバとかも絡んで、ここにマタも入ってきてって感じで、もしかしたらですね、昨シーズンイブラ、マタ、ムヒタリアン、キャリック、ポグバ、エレーラ、この全員揃った時のね、攻撃すごい面白かったんで、そんな感じで今シーズンユナイテッドですね、ちゃんと戦力が、整ってる状態だったら、また魅力的なサッカーしてくれるのかなっていう風に思いまして、このチーム作っていく過程も含めて、6位にさせていただきました。というわけで行きましょう。第5位、レスターシティ。はい、レスターシティ、まあ元々好きなんですけれども、今シーズンはセビージャからイボーラが入りましたね。この選手足元上手くて寄せも早いんで、ほんとね、やっぱセビージャでレギュラーで出てた選手だけあるっていう感じなんで、この選手が入って中盤一層硬くなったなと。なんでですね、4-1-2-3 とかも使っていくのかなというふうに思いますね。まあ、シェイクスピア監督ね、3バックやったりとかいろんな采配する監督なんで、その辺でね、岡崎が使われなくなる可能性かなりですね、プレシーズン見てて。アジアツアーなのに岡崎決勝出しませんでしたから、そういったところは悲しいんですけれども、まあ、その辺はね、実力で岡崎に頑張ってもらうしかなくてですね、まあそれ以外のところで、もうこれから伸びていく一方の若いヌディディがいて、中心になるドリンクウォーターがいて、そしてイボーラがいて、でセンターバックにはマグワイアが入ってっていう感じで、注目なところ多いですし、マフレズが残るにしても出ていくにしてもですね、ここに新しい戦力シグルソン取ってくるのか、そうじゃなかったらですね、右にオルブライト回して、左にですねグレイ使ってみたいな感じで、いろんなねチームの形が見えると思いますので、レスターシティですね、この足りなかった中央のラインを補強してるっていうところで、すごくですね、戦力アップ期待してるんで5位にさせていただきました。というわけでいきましょう。第4位、リバプール。はい、リバプール、まあね、コーチーニョは僕出ていかないと思ってまして、コーチーニョのインサイドハーフ起用、そのね、コーチーニョを中盤に使うことによって3トップがめちゃめちゃ速いフィルミーノとマネとサラーっていう、
この3人になりまして、またスターリッチとかもですね、まあ、復活しかけてる、また怪我しちゃったんですけど、まあ長引かないと、思いたいっていう部分もありますけどね。オーウェンは、僕は彼の憧れだみたいな、逆だ彼は僕の憧れだって、僕は彼の憧れだはただの自画自賛ですからね、なんでそういったところでリバプール注目してるのと、あと、ミルナーがですね、どういう風に使われるのか。僕はですね、エムレちゃんは、使うんだったらセンターフォワードだっていう風に思ってまして、これね、この動画から見た人は何言ってんだこいつっていう風に思うかもしれませんが、ぜひともなんで、エムレちゃんが、センターフォワードがいいのかっていう理由はですね、アーカイブを遡っていただいて、中盤の選手ですね、コーチーニョが、ちょっとね、そういう、攻撃にアクセントつけたり、ラストパス素晴らしいものを出せたりとか、まだ見てない方はコーチーニョインサイドハーフって思うかもしれませんけど、すごくいい選手なんですよ、コーチーニョ、インサイドハーフで使っても。なんで、コーチーニョとララーナ、もしくはワイナルドゥームで、ワイナルドゥームは、まあ、今シーズンね、プレシーズンマッチでは、ヘンダーソンが使えない時にアンカーに使われたりもしてますけど、そういった感じで戦術のバリエーションが増えてきてて、そこにですね、今度ファンダイクが入ったら、これプレミアリーグ優勝もありえるんじゃないか。あとはですね、シーズンどれだけ中盤、消耗しないで、走り切れるか、グルイッチも伸びてきてますし、すごくですね、面白い部分が多くて、またチェルシーから入ってきた若手のソランケ、この選手が今シーズンすごい期待してて、すごくいい選手なんで、ちょっと語りきれないって感じでね、時間もあるんでこの辺でやめときますけれども、またリバプールは別に時間を設けてですね、話したいと思います。というわけで行きましょう。第3位シティ、はい、シティに関してはですね、シーズンのね、プレシーズンで取り組んでる、3-4-3がすごくですね機能してますね。シティに関してはもう奪ってからの攻撃、奪った後に裏に走り出すのがめちゃくちゃ早いです。もうスターリングにしてもジェズツにしてもアグエロにしても、なんでね、ただのポゼッション監督、もうほんとね、ポゼッションといえばガルディオラみたいになってますけれども、今のもうね守備陣形整ったらなかなか崩せない現代サッカーにおいて、新しいものをね、またシティ、ガルディオラで今回はね、新しいサイドバックとかもどんどん取ってますんで、発明していくんじゃないかっていうところもありますし、コンパニーがね復活してますんで、ここにですね、まあコンパニー、怪我がちな選手なんで、イニゴ・マルティネスとか取ってこれたら、3バック使うにしても4バック使うにしてもすごく面白いサッカーやってくれると思うんで、もう見どころが多いんでね、シティに関しては新戦力もいい選手ばっかりですし、なんでそういったところで注目していきたいと思います。というわけで行きましょう。第2位バルセロナ。バルセロナかしたらネイマール出ていってしまいますが、それによってバルベルデ監督としては腕の見せ所ね、もうネイマール MSL がいる状態でね優勝してもそりゃそうだろうって言われるような、そんなですね、バルセロナの中でネイマールいなくなってどうなるっていうところで、ここでですね、ネイマールがいた頃より強いチームを作れたら、もう監督としてですね、一つ評価確立しますね。これちょっとペップ時代と似てるなって思って、ロナウジーニョデコ放出して、そこにイニエスタとね、あとメッシを中心に据えて、まあケイタ使ったりとか、あとペドロとかブスケツ発掘したりとか、そういった時代がありまして、その時はですね、右サイドバックにやっぱダニア・ウベスを取ってきたことが大きかったんですね。なんで今シーズンちょっと似てるなと、ネイマール抜けて新しい監督来て、右サイドバックには今までいなかったセメド獲得してきたっていう、こういった状況でですね、このバルベルデ監督がどういった選手を抜擢して、どんな風にね、新しいスタート、新しいチームを作っていくのかっていうところでですね、僕はネイマールショックがですね、いい方に働くんじゃないかっていう風に、思っています。なんでバルセロナ2位にしました。というわけでいきましょう。第1位 AC ミラン。レアル入れなかったのは普通にね、もう普通に強いんで、レアルとユベントスは。なんでその2チームのファンの方にはちょっと泣いてもらって、ミランに関してはもうほぼね新戦力ですね。もうボナベントゥーラぐらいかな、ボナベントゥーラとドンナルンマ以外はもうほぼ新戦力がスタメンに入る感じで、やっぱりボヌッチ・ムサッキを、こういったね、後ろでね、プレスをかけられても安定してボールを持てる選手が入った、またビリアっていうですね、今までなかった、ちゃんとね、サッカー IQ の高いタイプのアンカーが入ったことによって、チーム全体がですね、新戦力の集まりなんですけれども、結構早めに回るんじゃないかって期待しつつ、でもそれでもうまく回んなくても、攻めないでちゃんとね、見守ってあげましょうっていう感じの、見方でモンテッラ監督を、見ています。もうあんだけ選手取ったのに、FFP クリアできないから、ね、また売り出しますみたいなの悲しすぎるんで、今後のヨーロッパサッカーが盛り上がっていくためにも、盛り上がり続けるためにもですね、ミランには頑張ってほしいなっていうふうに思いまして、このチャンネルでもたくさん取り上げようと思います。皆さんが思う注目チームも教えてください。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。そしてコメント、チャンネル登録よろしくお願いします。他にもレオザ2フェイスの音楽とか、レオザゲーム TV のゲーム実況、こちらも気になるよという方は下のもっと見るから、ぜひ